みんなあれ知ってるあの、韓国でね、今、オリンピック代表選手女子のその、ペンシング選手が、元の夫と離婚発表して、2ヶ月後に、新しい人と結婚発表したのよ。で、結婚発表して、どっかおかしくてなんか確認してみたら、新しく結婚した男性の方が、実は女性だった。<laughs> 俺これ理解するために結構時間かかったわ。な、何言ってるんだろうって。 しかも、女性のペンシン選手が、妊娠したって発表もした。はははで、実は、本当に妊娠したわけじゃなくて、あの、妊娠テスト機があるじゃん。テスト機。それを、騙され、騙されてっていうか、まあ、騙されて結婚した相手が、実は女性なのに、男子のふりをした、その相手から、妊娠テスト機を提供してもらったのよ。ちょっともしかしたら妊娠したかもしれないから、あれで確認してみてって、 渡してもらったテスト機で確認したら、ラインがあの、二つが出てきて、妊娠したかもってなんか発表しちゃったけど、布団開けてみたら、女の子と女の子が会って結婚したからさ、俺からしたらどっちも詐欺師だと思うけどな。わかるかわからないかの前にさ、妊娠テスト機でテストをして、あ、妊娠したわって発表したのは、どう考えてももうありえないじゃん。やれたとしても妊娠できないじゃん。で、それで、あの、元ペンシン選手があの、 結婚した経緯を調べてみたら、あの、相手側の詐欺師さんが結婚発表をお願いして、結婚発表するときに、フェンシン選手の人から相手側を調べてみたら、超お金持ちのプロフィールで騙されたのよ。何もかももう嘘なんだよね。まず、超お金持ちも嘘だし、女の子なのに男って騙してるし、だからもう、何もかもフェイク。でもそのフェイクなのを知っ ってる上で結婚発表もしたし妊娠したって発表もしたのよだから多分お金が持ってきてあったんじゃないかなと思うやばいよねどう考えてもやべえ奴がやべえ奴に会ってしまった ちなみにその詐欺師の相手側は韓国で育てられたわけじゃなくて海外の生活はめっちゃ多かったし有名ななんか海外の会議だってなんかいろんなところでなんかその呼ばれたため海外生活が多くて韓国語がそんな,なんかうまくなれてませんのふりをしながら英語と韓国語を一緒になんかちょこちょこなんか混ぜて喋ったりしたんだよね。例えばこんな感じ。俺という人はまあ信頼で説明できる男ですみたいなことをまあ例えばというか実際こう言ってたんだよね。 I am 信頼です。みたいな。俺は信用度が高い人ですを、I am 信用です。とかなんか、こういう言い方で、LINE の内容をなんか、その、ペンシン選手恥ずかしいことも知らずになんか、それをニュースになんか載せちゃったのよ。ほら、こんな感じでなんか、騙されましたって、それを提供して、会話の内容がなんか、全国民のみんなになんか、いられて、その言葉が今流行ってる。 急になんか時期が時期だからかな11月1日になってるから本来は1ヶ月前ぐらいにもう思い出す感情かもしれないけど日本にあのちょうど1年前の10月1日に俺移住してきたんじゃない今1年1ヶ月過ぎてるから天気とかなんか季節感がちょうど俺が1年前こっちに引っ越してきた時のあの感覚が出るんで今考えてみたんですよね俺1年間何ができたんだろう な何やったんだろうと何ができたんだろうって考えてみたらたくさんいい考えだけ出るわけじゃないん,ですないんじゃないですかだから少しの虚無感もあるしでもそれに比べてもいい経験たくさんできたなって思ったんですよね1ヶ月前は別にまあそういう考えはそこまではなんかしたことなかったけど外に出てみた時の空気の感覚だったりなんか天気がなんかすごくそれを感じるようになるんだよなでそれ結局の結論はもう あの時思い出したのは、これから新しい1年間は、この1年前よりもっともっとうまくやれるように頑張るってなんか一瞬考えたけど、ちょっと考え方は直しました。なんか、めっちゃ頑張ろうとして、もっともっと上になんか行く考えよりは、なんか、この1年間になった感じで、ステーブルな形で行こうってちょっと思いました。じゃあ悪くない1年でしたね。今までみたいな、その、炎上しないように <laughs>。 普通の配信しながら、普通にいいことたくさん経験できて、みんなと楽しく配信したいと思います。なんか、そこまでね、えらいことしなくていいと思う。水が流れるように、楽しく配信したいと思います。ふふふ、生姜焼き。生姜焼きね。じゃあ、マジでついてたんだよな。そういうのもさ、ちょっとなんか、 失礼なことだから悪く言わない仲間の配信者たちがいるってことは本当になんかありがたいことですよね。移住してくる前にたまになんか人に対して失礼なことだったりなんかミスした場合もいろんな人々がケイスそれわざじゃないだろう。まあ知らなかったからこんなことしたんじゃないって俺がなんかいろいろ言う前にさ先にそれ言ってくれるからさみんな。マジでありがたいんだよな。多分そういうコメントがなかったら耐えれなかったんじゃないかな。 うん、本当の話だからまあもちろんそうなんですけどね。でも、世界はそんな甘くないからさ。悪気がないとして何でもかんでも許してくれる人ってそんな多くないの、ね、でもマジで日本に来てそういう経験したことほとんどないもん責めないみんな。俺もなんか人間だからさ、ああこれまずい。責められちゃうってなんか思うこともさ、大体みんな笑ってくれるんだよな。ミスター、どうしようって思った時。責めない、その時みんな。 俺が経験してる日本とみんなが経験してるなんか日本の国内雰囲気でなんか違うところもあるかもしれないけど俺は外国人だからね。俺がなんか日本に来る前の韓国で聞いたりなんか勝手にちょっと思ったりした日本のなんかイメージはね人が起こすミスにそんなに優しくはない社会だと思ったんだよ。今は優しい社会だと思う。やっぱり。俺はそう経験したから。 実戦ってどうですかね俺もリアル戦とはやったことないから。だからリアルタルコープやった感じで、音を隠すのって難しいんだよな。実際なんか、ビビ弾撃たれたら結構痛いんで、やっぱ被弾されたくない気持ちが強いから、距離を取ってしまう。ボコボコされたくないからそもそも。敵がいそうだなって思ったら、完全に車,車線外のその右側からなんか回ってくるじゃん。で、それがあの距離よりなんか、もっともっと離れてからなんか攻めていく。打ち返されたらなんか、痛い経験しちゃうから。 ゲームとリアルケガは違うんですよね。このゲームのケガって、これポチってなんか使えば、被弾されたところすぐ治せるじゃん。でも、リアルの体ってマジ全然違うからさ。被弾されてなんかその、腕になんか貫通されたら、マジ負傷されたその部位がなんか、早くてもなんか、1ヶ月ぐらいじゃない治るためには。いや、マジで大変なんだよな。だから怖くて無理だと思う。だってもう、 足折れたら歩けないしさ。だからシャンクス腕がって言ってるけど、マジで腕折れたらもう、俺たちは毎,毎日シャワー浴びたりするからさ、シャンプーとかもできないんだよな。もちろんゲームもできなくなるし。既婚者イチャイチャもできなくなる。何もかもね、違うんだよな。 グレネードだったりなんか、銃の弾になんか、顔とか被弾されて、元の顔に戻れませんって言われたら、親とか俺たちに、人間は心が一番大事だよ。見た目とかはそんな重要じゃないって言ってるかもしれないけど、やっぱりその、俺の話ですれば、何かの案件だったり、CM に出たくても、顔がなんかもうぐっちゃくちゃになったら、さすがに無理ですよね。厳しい現実が待ってるから。だからもう戦争は本当にもう、とんでもない、怖いことだと思います。マジ笑えないわ。